はい、僕の課題はですね、手打ちが多いんで、この腰のこの切り返しっていうんですか、バランスのこのこういうこのリードがこういうふうにこうハンドで打っちゃうんで、こう距離がそんな飛ばないですよ、ドライバーアイアンも。だからなんかこう、こう腰のこの切り返し、She wanna he bother ya, right? And he wanna use the more hips. Yeah, just a handle. Oh, okay, okay. Then driver is 250, not 250, to Rio. More heat. Oh, yeah. More distance. Yeah. Okay. Okay. No problem. モグさんに教えてもらってます。インパクトが大事だと言われてますが、体が動きすぎだそうです。軸が動きすぎと言われております。ターンターン。分かってるのか分かってないのか分かりませんが、一応納得はしております。Oh, divot. Yeah. Great. Great. Just don't watch, okay? Don't watch. ボールを追ってはいけないと言われてます。感性で走るチョコパパにとっては難しいです。 Just turn. Yeah. Good. Yeah.This is same iron for driver same. Yeah, maybe driver not quite as much, but iron wedge yes, irons yes. Yep, turn. No, too much です。ターンが必要だと言われてます。Your head on the ball. Turn. No. そうか、こう行っちゃうからね。You can't. No looking.ボールを追うなと言われております。よくやっちゃうことです。変なチョコです。分かってるのか分かってないのか分かりませんが、おお、グッドだそうです。ボールを追ってはいけない、もっとターンをしろと言われてますが、きっとできません。分かりましたか？分かりました。今は分かってます。でも10秒ぐらいに忘れちゃいます。体重移動、腰のターンだそうです。球がシュッと出てくと言ってますけど、ダフりました。チョコババ、はい、モグさんに教えていただいた感想は？そうですね、やっぱ体のそう振った時の痛さが違うところに来てるんで、すごいよく分かりやすく教えてもらったなと思って、もうなんか後ろに体重かけてたのがずっとそれが当たり前だと思ってましたけど、やっぱ今ウエイトの調整でもっと前にやれったら、やっぱバランスも全然違くなって、すごいいい球が出ました。これ勉強していきます。ありがとうございました。じゃあ忘れないように、明日になったらきっと忘れちゃうと思いますけど、忘れないようにお願いします。はい、頑張ります。頑張ります。